台風6号の最新情報をお伝えします。まずは雲の様子からです。こちら、午後1時現在の雲の様子ですが、台風6号の雲の渦はこちらになります。ちなみにこちらの渦は元台風5号の、熱帯低気圧になりますね。台風6号、そしてこちらが元、台風5号の熱帯低気圧の、雲渦になります。活発な雨雲は、台風の中心から少し離れたところにあるというのが、今回の特徴とも言えそうです。そしてさらに南に離れたところ、南西諸島、先島諸島付近には活発な雨雲が見受けられます。台風6号の現在位置と予想進路です。台風6号正午現在、中心の気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、北へおよそ1時間に45キロの速さで進んでいます。そして今日中には熱帯低気圧に変わりそうです。では現在の天気の状況です。この後の雨の予想です。午後3時現在ですね、こちら進めていきますと、南から北へと雨雲が進んでいきます。遅い時間ほど雨雲にも隙間ができるということになりますが、引き続き南西諸島を中心に変わりやすい天気、晴れ間があったとしても、急な雨には引き続きお気をつけください。そして風の状況です。この時間見てみますと、こちら緑色、平均で10メートル以上の風が一部で吹いています。また九州もこちら5メートルから10メートル近い風が吹いているところが多くなっているような状況です。ただこの風なんですが、この後時間が経ちますと台風も離れていくということで、夜になるとだんだんと弱まってくるところが多くなってきそうです。最後に波の予想です。夜9時の波の予想ですが、3メートル前後、高い波、特に九州の東シナ海側で予想されています。引き続き海には近づかないようにしてください。台風6号の最新情報をお伝えしました。詳しい予報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。